菅野、球界初の選手になってしまう。巨人の菅野智之投手が1日東京大手町の球団事務所で契約公開交渉を行い、3年連続1億円ダウンとなる4億円で公開。3年連続の大幅減俸にも前を向いた菅野は年俸5億円から1億円減となる4億円で公開。3度目の1億円超ダウンはソフトバンクの松中以来2人目。3年連続は自身が初となった。すごく悔しかったですけど、後半のパフォーマンスや最後の5試合は出力の高い状態で投げられた、久しぶりに投げているボールに納得できましたと復活への手応えを明かした。今季は右肘の張りなどで開幕から2ヶ月以上の2軍調整、初登板は6月11日のソフトバンク戦までかかった。やっぱりもう出遅れが全てだと思うので、そこのスタートに立てなかったのは自分のプロ野球人生で初めて。4勝8敗、防御率 3.36 と物足りない成績に終わった。それでも試行錯誤の末にたどり着いた右足が沈み込む動きを抑えた新フォームは徐々に馴染み、シーズン終盤では自分のものになった。34歳となったが、誰もが通る道ですけど、自分の中では最後の2ヶ月は乗り切ったかのかなと思えるような感覚があった。このオフもたくさん走るということだけは決めていますと吹け込むつもりは毛頭ない。宇都宮哲也一軍投手コーチが、菅野が1年ローテーションを回れるような状態になっていれば絶対に優勝できるというように、4年ぶりのリーグ優勝に菅野の復活は必要不可欠、来シーズンは E 型で入れるようにしたいという案が来季の鍵を握る。あ、え、みんな21年からの年俸は8億、6億、5億、4億円。ビビる。3年連続は菅野が初めてなのか。街中でさえ2年連続なのに。この活躍でまだ4億もらえることが衝撃だわ。リアルに1億で十分だと思うんだけどな。巨人ってここで4億出せるのやっぱりいいな。菅野じゃなければありえない数字。メジャー移籍を断念した時点で選手としての成長は終わった。戸郷投手の2億円弱を勘案すれば20勝くらいしないと割に合わない。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。